集中して。オッケー。美味しいケーキが食べたい。わお。ケーキ？いいね。大好きな孫のためなら何でも作るわよ。私はプロだから簡単。美味しいケーキには美味しいクリームね。スポンジをもう一枚乗せて、またクリームを塗って何層にもするのよ。いいこと考えた。大好きな孫のためにハート型のケーキを作るの。キットカットとクリームで飾り付けするわよ。いい感じね。上にはチョコレートを乗せるの。見本を見せるから見てなさい。まずは半分に切って重ねて、真ん中を切り取ってひっくり返す。カラフルなクリームで虹色のケーキを作るのよ。クリームをまっすぐ整えて柔らかい雲を描くの。ほら見てなさい。可愛い目と口をつけたら出来上がり。最高傑作でしょう。絶対に私が勝つわ。大切なのは見た目じゃなくて味でしょ。いいね。そんなのケーキって言わないわよ。まだ終わりじゃないよ。僕のケーキだって鮮やかになるさ。カラフルなチョコを溶かして、中に女の子が大好きなキラキラを入れる。こういうの大好きだよね。じゃあ持ち上げるよ。わあ、絶対に僕の勝ちだね。いいアイデアね。でも私のケーキの方がすごいわよ。綺麗なケーキ食べてみるわ。アーサム。ああ、おいしい。おばあちゃんのケーキはどうかな。私の大好きなケーキだ。この変なケーキは何？食べてみるわ。変な味。勝ったのはシェフ。ほら、私が勝つって言ったでしょ。ホットチョコレートが飲みたい。ホットチョコレート？そんなの簡単さ。わかったわ。へっちゃらね。早く作らないと。大好きな孫が大好きなチョコレートを使って作れば最高な味になるのよ。よーく混ぜてコップに移すの。大好きな孫からもらったのよ。ほら素敵でしょ。くだらないわね。何も分かってないのね。ちょっと飲んでみるわ。おいしいわ。飲んでみたい？知らないわよ。ホットチョコレートはこういう容器から飲まないといけないの。ホットチョコレートを流して、上から生クリームをかけてマシュマロを乗せるのよ。ほら素敵。見習って。触らないで。どうしよう。ああ、生クリームは使えそうだね。おいしい。生クリームとマシュマロは多めに入れよう。あとはお菓子。オレオとチョコレートシロップも足そうかな。いいね。ポッキーも足そう。出来上がりだ。あ、このホットチョコレートから飲んでみる。お菓子とマシュマロがたくさんあるの。すごく美味しい。あ、私がおばあちゃんにあげたコップ。でもあんまり美味しくないかな。ストローがいるわ。美味しい。ちょっと考えさせて。今回の優勝者はエンディ。やった。若かった時はジャグリングが得意だったの。今度はチップスを作って。わかったわ。どうやって作るの？誰が勝つかな。どうすればいいの？簡単よ。見ててね。じゃがいもの皮をこうやって剥いて、薄く切って、
フライパンに油を敷いて焼くのよ。簡単でしょ？あっという間にできるのよ。わかったよ。じゃがいも、待ってろ。油は多めに引こう。時間がないから強火にするよ。蓋があれば安心安全。じゃあ入れるよ。あ、大変なことになった。気をつけて。そろそろひっくり返さないと。いい感じね。普通のチップスじゃないの。私のチップスは最高傑作になるわよ。薄く切って油を敷いて、まあどうせ私の真似はできないでしょうけど。フライパンを温めて黄金色になるまで焼くの。ナチョスにはチーズね。チーズを溶かしてナチョスの上からかけるの。ほら、美味しそうでしょ。最後にライムで飾り付けをするのよ。すごいでしょ。喜ぶのが早いんじゃない。あら、エンディ、チップスが。忘れてたよ。早くお皿に移さないと。気に入らないと思うわ。あ、そうだ、粉チーズ。多めにかけたらバレないよね。よく混ぜるよ。ナイス。おお、いい感じだ。気に入ってもらえればいいな。お塩をかけたら完成ね。いい感じ。さあ食べて。何これ、焦げてる。一口食べてみるわ。こんなの食べられない。このチップスは美味しそうね。あー、美味しい。これってチップス？ちょっと食べてみる。こんなのチップスじゃない。おばあちゃんのチップスが一番美味しかった。ほら、言ったでしょ。ケチャップが必要になりそうね。一番美味しいスパゲッティを作れるのは誰かな。やってみるわ。わかったわ。スパゲッティってどうやって作るの。まあやってみるか。なんで入らないんだ。入ってよ。ああ、どうすればいいんだよ。入って入って。もう何なんだよ。見てろよ。何してるの。まずは火をつけないと。それからスパゲッティを入れるのよ。わかった。わかった。二人とも絶対に勝てないわよ。本物のスパゲッティは一から作らないといけないの。小麦粉をかけて真ん中に穴を開けて、生卵を割ってゆっくり混ぜるの。そうしたら生地ができるのよ。黒い着色料を入れたら黒いスパゲッティになるの。あとは生地を少し置いておくだけ。さあ待つわよ。いい感じね。今度は生地を伸ばすの。そして必要なサイズに切っていくのよ。これでイタリアンスパゲッティの出来上がり。ゆっくり茹でてお皿に出しましょう。スパゲッティにはやっぱりタコね。焼いて上に添えるの。出来上がりよ。何してるの。ケチャップ多すぎじゃない。ケチャップは多ければ多いほどいいのよ。あら、エンディ、何してるの。スパゲッティが出てこないんだよ。見てろよ。フォークで出してみよう。スパゲッティってこんなのじゃないよね。なんでこんなに作るのが難しいの。あ、インスタント麺を使ったらどうなるかな。
そうすれば簡単に料理できるね。さあ、お湯を入れて少し待つだけ。インスタント麺？最悪ね。できたよ。やったね。タコ？気持ち悪い。こんなの食べられないわ。噛み切れない。ゴムみたい。こんなの嫌だ。ケチャップスパゲッティは美味しそう。食べてみるわ。いいわね。インスタント麺？面白そう。いい感じ。でも口の中が燃えてる。楽しかった。ドラゴンになった気分だった。優勝者はエンディよ。僕？やったね。まずは簡単なものから。フライドポテト作って。簡単よ。わかったわ。ちょうど料理できるようになりたかったんだよね。みんなが皮を剥いてる間に僕はオリーブオイルを用意するよ。多ければ多いほどいいと思う。あと少しで沸騰するから、切ってあるポテトを油に入れよう。ちょっと待ちなさい。あ、熱いよ。油が跳ねてる。何してるのよ。油は危ないのよ。ゆっくりゆっくり入れないとうまくいかないでしょう。ほら、フライドポテトの出来上がり。あとはソースを足すだけね。そんなのフライドポテトじゃないでしょ。私は本物のポテトを作ったわ。でもまだまだこれから。見てなさいよ。ベーコンとソースと最後にローズマリン。すっごくいい匂いね。ビンゴ。そうだ、まだ諦めちゃいけない。グミのポテトを作ればいいんだよ。ストロベリーシロップも用意したらすっごく美味しくなるって聞いたことがある。すごい。このポテトから食べてみるね。あ、おばあちゃん、美味しいよ。ローズマリン嫌い。悪いけど気に入らなかったわ。グミポテトはいいアイディアだと思う。お兄ちゃんすごいね。優勝者はおばあちゃん。やったわ。今度はお寿司を作って。お願い。やってやるぞ。最高なレシピで作るわよ。寿司？田舎者は寿司が何なのか知らないのね。何ですって？一番美味しい寿司を作ってみせるわよ。普通の寿司じゃつまらないね。いろんなお菓子を使って寿司を作っちゃおう。中には生クリームを入れるよ。目玉グミも使えるね。あとはハリボー。いいね。そしてもちろんチョコシロップ。すごいじゃない。私ももうすぐ作り終わるわ。シェフの手順を真似すれば完璧よ。結構簡単ね。簡単ですって？すっごくまずい寿司が出来上がるんでしょうね。ソースじゃないの。これって何？アボカド？綺麗に巻くのが大切なの。おばあさんにはできないでしょうね。じゃーん。あと少しで完璧な寿司の出来上がりよ。あら、寿司ってこんなに不気味なのね。今度はサーモンの出番ね。サーモンはたっぷり使うのが大切なの。お醤油も忘れずにね。
お魚ですって。わかったわ。完成よ。おいしくできたかな。あら、シェフの寿司の方が素敵ね。ビンゴ。でもいいこと考えた。きゅうり巻きを作っちゃうわ。健康にいいし、おいしいわよ。まずいと思うわ。なんですって。きゅうりはすっごくおいしいわよ。お米も多めに入れないとね。おいしくなさそう。まだまだこれからよ。ほら見て、素敵でしょ。何これ、きゅうりとお米。こんなの見たことない。こんなの食べない。甘い寿司は喜んで食べるよ。おいしい。でもお腹いっぱいになれないわ。残り一品ね。わあ、本当の寿司だ。今回はシェフの勝ちよ。最初から分かってたわ。ワッフルは誰でも作れるよね。まずは生地から始めるんだよね。簡単にできると思う。まずは砂糖を入れよう。そして混ぜ混ぜ。いいね。次は小麦粉。あ、鼻に入っちゃった。あら大変。大丈夫さ、続けるよ。あ、全部入れちゃった。でも美味しいワッフルが作れるはず。できた生地をワッフルメーカーに流すよ。妹のために最高なワッフルを作ってやる。生地は美味しくできたわ。卵の殻も入らなかったし、美味しいワッフルになるといいな。二人はお砂糖を使ったけど、砂糖は体に悪いのよ。私は代わりにズッキーニを使って生地を作るわ。見てなさいよ、できた。あとは卵と小麦粉を入れるだけ。混ぜるわよ。ハーブも入れるの。まずそう。健康にいいのよ。ワッフルメーカーに流すわ。ワッフルが焦げないようにしないと。ああいいね。あ、焦げちゃった。熱いよ。でも大丈夫。生クリームとベリーとチョコソースで焦げた部分を隠しちゃうよ。ほらいい感じ。ワッフルといえばメープルシロップよね。バターも乗せるわよ。おいしそう。私のヘルシーワッフルはハーブで飾るわ。食べたいな。お兄ちゃんの焦げてる。こんなの食べないわよ。これ何？ズッキーニと草？野菜大嫌い。あ、おばあちゃん、すっごく美味しいよ。今回の優勝者はおばあちゃん。頑張った甲斐があったわ。
味しいコーヒーが飲みたいな。オッケー、わかったわ。あ、いいこと考えた。熱いコーヒーだとつまらないからフラペチーノを作っちゃおう。行くぞ。とりあえず氷をたくさん用意しないとだね。そして美味しいチョコシロップも絶対に必要。コーヒーはスターバックスのを用意してるんだよ。トゥイックスのシェイクも合うと思う。牛乳の代わりに使ってみるよ。私はインスタントコーヒーを作るわ。孫の好みならよく知ってるもの。じゃーん、あとは生クリームとお菓子だね。いくぞー。オレオを粉々にしよう。チョコバーもいいね。ストローももちろん忘れないようにしないと。今度は私の番ね。コーヒー豆から本当のコーヒーを作るわよ。これぐらいで大丈夫。さあ、サイズを小さくするわ。見習いなさいよ。そしてやっとお湯を入れるの。コーヒーってそうやって作るの？いい感じね。カップに入れるわよ。ミルクだって自分で混ぜる。飾り付けだって忘れないようにしないと。このコーヒーから飲む。おばあちゃん、いつものコーヒーだよね。正直に言うと好きじゃないの。こっちの方が美味しそう。美味しいけど苦いな。残りは一杯。あ、すごく美味しい。優勝者はお兄ちゃん。やったー。おい、これって何？やめなさい。みんなにドーナツを作ってもらってほしい。了解。暗いドーナツになるわよ。何でも作るわ。ドーナツはコツを知っていれば早く作れるの。生地を流すだけよ。あ、それなら私もできる。でも私のドーナツはカラフルにするの。想像力が豊かなのね。二人とも感情が豊かすぎ。本物のドーナツは私が作るのよ。黒いけど美味しいはず。黒と相性がいいのは赤よ。コーティングしちゃうわ。そして上から白を足せば完成。ハンド、手伝って。飾らを持ってきて。ありがとう。いちごシロップを入れるの。そして注射器に入れるわよ。なんでか興味ある？見ててね。見て見て、血の入った注射器よ。おばあちゃんをびっくりさせないで。ただのシロップだから大丈夫。心臓が止まったらどうするのよ。あなたの孫のために頑張ってるの。美味しくて綺麗なドーナツを作るわよ。そんなドーナツをもらったら気絶しちゃうわ。本物のドーナツは私が作るから見てなさい。黒くする意味なんてないわ。シュガーパウダーだけで十分なの。ほら、素敵でしょ。素敵なのは私のドーナツよ。見るだけでテンションが上がるの。もっと可愛くするためにはカラフルなトッピングをかけるわよ。でもまずはこの蓋を開けないと。
開けられたのね。すごくカラフルになってるわよ。ドーナツにかかればそれでいいの。マルゴー、優勝者を選んで。あ、ウェンズデーっぽいドーナツ。見た目は怖いけど結構美味しいわ。何かな。あ、シロップ。今度はおばあちゃんのドーナツを食べてみる。まあまあね、シンプルすぎるの。このドーナツは美味しそう。本当に美味しければいいな。あ、今まで食べてきた中で一番美味しいドーナツよ。お姉ちゃん、おめでとう。ありがとう。あら、ウェンズでびっくりさせないで。今度のラウンドでは飲み物を作って。わかったわ。了解。わかった。マルゴーが好きな材料で作れば絶対に勝てるわね。例えば酸っぱいキャンディーとか。でもこのキャンディーを溶かして使う方が面白いと思うの。さあ行くわよ。できた。開きなさい。できた。今度はスキットルズの番ね。みんなが大好きなお菓子だもん。でもまずは色を分けないと。そうしたら綺麗で美味しいドリンクができるわ。今度はスプライトの番ね。なかなか開けられない。ピンも使って開けてみるわ。あー、びしょ濡れ。でも甘い。かわいそうに。大丈夫、スプライトシャワーを浴びただけよ。コップに入れて。生クリームは絶対必要で。キャンディーも乗せちゃうわ。じゃーん、最高傑作の出来上がり。すごいじゃないの。でもそんなドリンクは体に良くないわよ。マルゴーはビタミンを摂取しないといけないから、体にいい野菜たくさんのドリンクにしちゃうわよ。いい匂いね。あとは待つだけよ。最高。マルゴーも気に入ってくれるはずよ。そうかな。私はイチゴシロップから作るわ。グラスが綺麗になるようにすぐに飾り付けしちゃうの。次はスプライトね。緑のシロップで色付けするわよ。ハンド、手伝って。生クリームを手に入れてもらってほしいの。こんな不気味な物体、いつか潰してやるわ。生クリームが盗まれた。見てるわよ。持ってきてくれてありがとう。二人は冗談を言ってるだけよ。最後に生クリームを絞って、上から目玉グミを乗せるの。素敵でしょ。ウェンズデーのドリンクはいつも通りオリジナリティ溢れてる。美味しい。グミもあるのは本当に最高。おばあちゃんはまた野菜シェイクを作ったの？こんなの嫌いだって知ってるでしょ？まずい。お姉ちゃんはまたまた最高なごちそうを考えてくれたのね。最高よ。またまたお姉ちゃんの勝ち。やった。今度は美味しいパスタを作って。いいこと思いついた。おばあちゃん、起きてよ。料理をしないと。パスタ？そんなの簡単よ。孫のためのスパゲッティなら喜んで作るわ。水が温まったかどうか確認するためにはハンドを使うの。ハンド。気持ちよくなさそう。スパゲッティを入れられるわ。市販のスパゲッティはつまらない。自分で作るわ。ハクション。そこら中にばらまいてるわ。わざとじゃないから怒らないで。今度は生地を練らないと。そのためには生卵を割ってよく混ぜないといけないのよ。できた。
今度は生地を伸ばす番ね。もちろんカラフルにしちゃうわよ。今度は機械を使うの。スパゲッティを切ってくれるのよ。きれい、カラフルパスタが出来上がるわ。市販のパスタだって愛を込めて作れるのよ。蒸気のせいで何も見えないわ。ちょっとケチャップが多すぎじゃない？おばあちゃん、開いてないわよ。私ったら、ああ、すごいことになったわ。ウェンズデーが好きそうな感じね。ありがとう。やっと料理を続けられるわ。ケチャップをかけるだけよ。おいしそう。おいしそうだけどつまらないわね。黒いパスタにしちゃえば面白くなると思うわ。おばあちゃんを見ていいことを考えちゃった。ケチャップと目を使って恐ろしくしたらどうかな。どう？恐ろしいわね。そんなの食べたくないわ。私のカラフルパスタは最高でしょ。マルゴーが気に入ってくれるといいな。ウェンズデー、びっくりさせるのはやめてよ。提供の仕方はすごいんだけど美味しくない。おばあちゃんは普通のパスタを作ったんだね。結構美味しい。嬉しいわ。すごく綺麗。美味しければいいな。美味しい。マルゴーのために頑張ったの。またまたお姉ちゃんの勝ち。やったビンゴ。ウェンズデーのためにヘアピンも持ってきたの。すごく似合うと思うわ。こんなのつけないわ。シーザーサラダを作って。簡単よ。サラダなら作れるわ。やってみる。シーザーサラダを作るときに大切なのはレタスとチキンともちろんクルトン。私は固くて噛めないのよ。チーズも多めにかけるわよ。マルゴーはチーズが大好きなの。マルゴーのためにスプリングサプライズを作ってあげる。美味しいお花にするわ。ウェンズデー見て、すごいわね。そんなのすごくないわ。私のアイデアの方がすごいの。パプリカの中でサラダを作っちゃうわ。キュウリを使ってベロを作って。オリーブは目にするわ。ほら、カエルになったでしょ。今度はどうなるかな。すごい。でも普通の野菜だね。おばあちゃんは美味しいシーザーサラダを作れるんだ。今日も美味しいよ。レンズで、これってオリーブ？大嫌い。おばあちゃん、おめでとう。やっと私が勝てたのね。頑張った甲斐があったわ。あげる。おばあちゃんとお姉ちゃんは楽しんでるみたいだね。集中して。ハンバーガー？みんな、準備はいいかな？これじゃあ、スタート。おばあちゃんはバンズから始めるみたいだね。確かに少し焼いた方が美味しくなるよ。次はひき肉の出番。丸くしてフライパンにのせて、あとは慎重に潰すだけ。ハンバーグの出来上がり。今度は美味しいチーズ。もちろんトマトもないと。あとは玉ねぎとバンズ。おばあちゃん、すごく早かったね。今度はお姉ちゃんの番だよ。普通のバンズは使いたくないのかな。え、ドーナツ？美味しそう。ドーナツを半分に切ってチョコレートを用意してる。すっごく甘そう。酸っぱいジェルも使うの？美味しいけど酸っぱいよ。あとはマシュマロとグミとベリーシロップ。いいね。甘いハンバーガーはさっきのドーナツで挟むよ。おばあちゃんも気に入ったみたい。でもウェンズデーは全くびっくりしてないね。バンズから始めるんだ。もちろん黒いバンズだよ。チーズをどうするつもりなの？
あー、すごいね。今度はキュウリ。あ、口みたいになったね。何か物足りないね。ベンズデーのハンドは何でもしてくれるよ。目玉グミが必要なのかな。おばあちゃん、気をつけて。ハンドは危なくないけどね。目玉グミをハンバーガーに乗せよう。モンスターになったね。すごい。怖いけど美味しそうだよ。マルゴーはどのハンバーガーが気に入るのかな。お腹すいた。このハンバーガーなんだか普通じゃない。美味しい。次のハンバーガー。普通ね。これって玉ねぎ？まずい。これは何かな。あ、私が大好きなお菓子。優勝はどれかな。このハンバーガー美味しい。ベンズデーおめでとう。まさか笑ってる。ベンズデーが笑ってる。そんなに恥ずかしがらないで。お姉ちゃんとハンズが仲良くしてる。あ、早くウェンズデーの方に戻りな。そろそろ次のラウンドが始まるよ。今度はホットチョコレート。みんなが大好きなドリンクだね。準備ができてるなら始めて。おばあちゃん、またまた早いね。牛乳を鍋に入れてるよ。ココアパウダーを入れたら混ぜるのを忘れないでね。板チョコを入れたらもっと濃厚な味になるね。あ、見て見て、おばあちゃんのコップ、かわいいよ。おばあちゃん、よく頑張ったね。今度はお姉ちゃんの番。何してるの？チョコレートを全部食べちゃうでしょ。おばあちゃんの言う通り、砂糖は少しだけでいいの。何してるの？すごい甘党だね。おばあちゃんは文句があるみたい。そろそろ牛乳を入れて。気をつけて。もうちょっと慎重に作業を進めないと材料がなくなっちゃうよ。今度は着色料。あ、かわいい。すっごく鮮やかなクリームだね。トッピングも足してもっと綺麗にしちゃうよ。すごい、よく頑張ったね。あれ、まだ終わりじゃないの。生クリームとマシュマロか。あ、まだまだ終わりじゃないの。すっごくかわいい。食べられるのかな。どっちにせよ100点満点。今度はウェンズデーの番だよ。ふさわしいコップを用意しないとね。怖い。おばあちゃんは見ない方がいいよ。ココアをコップに移して、今度は生クリームを絞るよ。ベリーシロップ、いいね。そしてハリボーのグミ。オリジナリティあふれたトッピングだね。ホットチョコレートの出来上がり。どれから始めようかな。すごくかわいい。そしておいしい。気に入ったわ。これはおばあちゃんのココアね。いい感じ。なにこれ、変な感じ。悪くないわね。優勝者はお姉ちゃんに決めた。おめでとう。